とことんやりこむ、どうも、ナオチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーに4人で行きたいと思います。ちょっと前回ね、クリアできなかったので、リベンジですね。では、早速、タワー、行きましょう。それでは、行きましょう。まあ、とりあえず7階までは余裕ですよね。7階までは全然余裕だとは思います。どうした？あ、挟まってる。挟まってるんだ。一人挟まってる人がいます。多分あそこから動けないんだと思う。まあ、飛べばなんとかなると思うけど、どうなんだろうね。まあ、とりあえず1階は俺たちに任せて、そこでやっといてください。いや、挟まるとかあるんだ。挟まる人で初めて見たけどな。はい、じゃあ2階からはね、やりましょう。じゃあ俺はメイスでいきます。どんな感じ、みんな。おー、なんかそれぞれみんな、あ、いや違うか、メイスでいく感じ。種で来るか。なんか種で倒す方法みたいなのもねあるんだよね。まあいろいろみんな違うやつで行って楽しいのではないですか。さあどうする。黄色、あ、俺か。ごめん、俺だったわ。行きましょう。あ、はまってないね、大丈夫ね。 OKOK。 あ、やっぱりね、そうか、マルチだったらワンパンで倒せないね。うん、マルチはワンパンで倒せない。そうか、まあ、それは仕方がないよね。4人だし。あ、種はいいね。うまいこと。足止めができて、いい感じだと思います。TNT は取らんとこう。危ない。うん、OK。まあ、ここら辺まではね、余裕ですよ。いきます。ここら辺までは全然余裕だとは思う。うん、問題はやっぱりね、7階のボスをみんなでちゃんとね、こううまいことぼこしてね、最初の1匹をうまいこと倒せれば問題ないと思う。おお、みんな突っ込むタイプ。やる気あるね。これはちょっとあんまり突っ込みたくはないな。よっしゃ、ナイス。あー、雲がいるんかい。雲がうっとうしいな。いいね。あ、種やっぱりいいかもね。うん、すごく足止めがされてやりやすい。うん、1人それがいるとだいぶ安心感がありますね。はい、行きましょう。俺エンチャ入れようかな、そろそろ。ヘビークロスボウか。ほうヘビークロスボウできましたか。なるほどね。あ、やっぱ敵の種類が全然違う。敵の種類違うわ。出るよね、やっぱり。おー、敵の数も多いし、種類もやっぱり違うんだね。おー、危な。よっしゃ、 OK、 行きましょう。もうこっち出ないよね。あとは上だけ。いいね。あ、やっぱ一人そういう足止めがいるとね、いいね。ほんとすごくいい。地雷でみんな行く。行くよね。俺も地雷取ろう。じゃあこんだけ地雷がいれば、いや、ガスト余裕、いや、そうでもないか。
うん、やっぱそれなりにね、やっぱ難しいのよね。なのでそう簡単にはいかないかもしれないけども、おお、早い、みんな取った？大丈夫？取ったね。はい、あ、やっぱりここはみんなポーションバリア取るでしょう。オッケー。おーおーおおみんな狼ばっかりだ。はい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 、さあ問題だよ、ここが。いい？よし行こう。いいね、みんなでこう移動しないとちょっと難しいからね。よし、こんだけあれば倒せない？いや、倒せはしないんか、やっぱ。なるほどね、倒せはしないんだな。ちょっと待って、固まった。オッケー。でも倒せた。オッケー。あー、危ない。TNT やった、危ない。おお、いいね、いい罠を仕掛けてくれるね。よし、おお、みんなでぼっこしたら終わりじゃない？いい感じ、相当いい感じ。おおおお、今の感じよね。うん、今の感じがもう最高。よし、ではこのままどんどん行きましょう。次のも問題点が15階のボスもそんなに問題ないでしょう。うん、15階も全然余裕だとは思うけども、どうでしょうかね。危な、お、どこだ、どっかやられてる。大丈夫か、大丈夫か。意外とこいつ攻撃力あるからね、注意しとかないと。よし、ちょっとこっちを徐々に俺は潰しましょうかね。ああちょっと待って、行くから、ちょっと待って、危ない、待ってよ、ちょい、危ねえ。敵がえらい出てくるな。おい、ナイス、ありがとう。オッケー、あー、俺矢を取りたい。ちょっと待ってね、ちょっと矢を取るから。よし、これはオッケーです。みんな取ったかな。オッケー、よし、行きましょう。で、俺は乱射を取っていきます。ここでみんなはどんな感じでいく。炎の矢筒、おお、やっぱ全員が全員ね、同じじゃなくていいんでね。さっきみたいに種がね、一人いたりすると、すごく楽になったり、そういうのがあるんでね。これでいきます。おい、ちょっとリープリーブが多分、相当痛いのよ。マルチプレイだと。リープリーブはちょっと注意しよう。え、そんなにいるんかい？普段はね、2体しか出てこないけど、結構出てくるね。お、矢がいっぱいある。これも取りたいけども大丈夫、200何本あれば、まあまあこと足りるので大丈夫かね。お、もういない、早い、いいよ。あ、じゃあ俺もらうね、ありがとう。いきまーす。これはここはいりません。
マルチショット3入れようかな。もうすでに入れとこうかな。どうしようかな。入れるか。余ってるし。マルチショットは3入れときましょう。お、上と下で分かれたね。ここが結構ね、嫌な場所なんだよな。オッケー。おお、減るね。攻撃力高いやつがおるね、やっぱり。いやー、マルチプレイは怖いわ。本当に速攻やられる可能性があるからね、怖い。よし、今度ちょっとソウルビルドでいけるかどうかを試してもみようかな、今度ね。なんかソウルビルドでもいけそうな気がする。一応輝きを1でもいいから入れとくとだいぶ違いますもんね。こりゃ多いぞ、絶対多いぞ。こっち側出てこないか。あぶねあぶねあぶね。これは結構多いよ、絶対多いぞこれ。これソロの時でもね、ここすごい敵多いからね。マルチになると、いやこれはやばい多さになりそう。やっべ、あー、ポーションバリア間に合わんかった。はい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 。おお、なに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 、これ何？え、俺 HP 減ったままだよ。ちょっと待って待って待って、ちょっと待ってお、 おい、HP が俺減ったままじゃねえか。危ないって危ないって、ほんとに。いやー、攻撃力が異常に高いやつがいますな、これ。やばいやばいやばい。一人やられ出すと結構ピンチなんだよね。ちょっと待って、俺が守りながらこっち来るから。 OK、 ちょっと待って、俺がこっちまで倒すからね。お、ありがとう。極力ね、固まってた方がリスクは低いんだよね。でもなかなか意思疎通が難しいからね。よし、 OK、いけた？ OK、 11回クリアでーす。いや、攻撃力高えな。攻撃力が高い。んで、タンブルビー入れよう。大丈夫？よいしょ、いいね。ここも多分敵が多いから注意していこう。うん、まあまあ、矢はね、これ支給箱ここにあるから、ある程度は使っていっていいだろうけども。まあ、あとあと、なんか不足しそうな気がしてきた。うん。ちょっと不足しがちになりそうなんで、ちょっと注意しよう。OK。タンブルビーで。あぶね！これやべえな、エンチャンターが。エンチャンターが結構やばい。俺もう取っとこう。よし、オッケー、クリア。俺はオッケー、いいかな。よし、じゃあ行きましょう。まあ順調っていうことでいいよね。順調だよね。まあ別にいいか。連鎖反応2入れてもいいかな。でも、いや入れよ、うんうんうん、もう入れちゃっていいや。あ、連鎖2にしときましょう。そうするとだいぶね、火力も上がるし、いいんじゃないですか。 OK、 いきまーす。俺の数が、295本。みんな200本ぐらいはあるかな。200本あれば、まあまあまあ、こと足りてくると思うので、大丈夫でしょう。
構ネクロマンサーが結構めんどくさいことになりそうだけど、あ、でもみんなでねハープ打てば大丈夫だ。うん、みんなでハープ打てばいけるわ。でね、タブルビーでね、オッケーオッケー、いいよいいよ。いやいや、でも本当にね、敵の数がすんごいね。敵の数がえぐい。よし、終わり。次15階、どっち側から行くかだよね。うん、俺はエヴォーカーから行きたい派だけども、どうだろう、みんなはどっちから行く。よし、行きます。まあ多分、あれ一人落ちた、一人落ちたぞ。いいか、行こう、そのうちに戻ってくるよ。よし、この辺だったかな。あんまり下に行くとブラインドをもらっちゃうので要注意なんですよね。うん、これもブラインドもらった。これブラインドもらうと本当に動きが制限されちゃうので、うわ、マジか、マジか。ちょっと待って、ここはやられたくない。ちょっと待って待って、あぶね。おーい、ナイス、戻ってきた、選手たちが戻ってきた。ちょっと待って、お前ね、まずはエボ、おっしゃ、エボがいった。よし、やばい、こいつはまずい。あー、これはまずい。 OK、 ぜひこの上の方からお願いします。いや、下の方から行くの。さあ、行くとね、まあまあまあ、みんな、うん、歩幅を合わせた方がいいからね。フライトがね、もらうから嫌いなんだよな。あ、でももう倒せと倒すと OK、 残りはエボーカー、いけるでしょう。 OK、 はいはい、ちゃんと噛み合えばね、うまいこと倒していけるんだよね。よし、では次行きましょう。では次、あ、ここもあれだな、敵が多いのよ、とにかく多い、注意していきましょう、とにかく多いので。まあある程度引きながら倒す感じでね。これがちょっと上から攻め込むか。いや、あんまり意味なかったあんまり意味なかった。あっち、ネクロいる。あぶねえ。オッケー、倒した。お、なんかムチのピシピシいう音が聞こえるね。ギャー、よし、オッケー、ナイス、ナイスです、ナイスです。お、回復もありがたい。やべえな、これちょっとね、俺がエンチャンター潰しに行きますわ。エンチャンターいるとね、どうしようもないんですよ。多いな、エンチャンターの数よ、本当にエンチャンターの数。ちょっと待って、よし、 OK、 なんとかなった。まだいるんかい、あっちに。まずエンチャンをなんとかしないとね、どうしようもなくなる。 OK、 16回クリアー。で、17回もなかなか厳しいんだ。
17回も厳しいのよ。まあね、みんなで頑張っていきましょう。あ、俺エンチャ入れてなかったね、防具に。ちょっと防具にエンチャ入れよう。多分ね、17階が一番の山場になるんじゃないかな。ここはね、とにかく厳しいので注意していきましょう。ここのロイヤルガードの数がね、ちょっと異常だし、弓の攻撃力がね、バカみたいにあるのよね。あー、下に行くと危ない。あー、もうダメだ、これ積んだ。うん、これちょっと俺やられますわ。矢がもったいない、矢がもったいないのよ。最初からね、下に行っとくべきなのかもしれないけど、下は下でね、もうえぐい敵の数になってくるのよね。なので極力下には行かずに引いてきてやるっていうのがやっぱ一番だと思うんだよね。やばい、危ねえな、やばい、やべえよ。すごいのがいるぞ、下に。お、いいね、炎のやつ、いい、ナイス。で、回復もね入れつつ、おお、いいところに陣を張ってくれてて、ありがたい。終わりじゃない？ナイス、いいね。やっぱりね、あの下に行かずに上でね、待ち伏せてガシガシ行った方が間違いない。うん、これは間違いないよ。よし、ではボスまで行けるかな。18、19は確かそう大したことないと思うので、多分大丈夫じゃない。うん、おそらくだけども。 TNT が怖いな。まあまあ、うまいこと投げてくれるかな。任せた。よし、ナイスナイスナイス。こっち側にも結構来るな。こっち側も多い、あ、上も多いしね。いや、来た来た、やばい、固まった、固まるのなしよ。よし、あんまりネクロに当たってねえな。よっしゃ、いけた、 OK。あと上の方に結構いるんでしょ、まだ。矢が92本、結構厳しいな。これボスが結構厳しいかもしんない。あれ、あ、あ、いたいたいた、いましたわ。 OK、 18回クリアです。いやー、なかなか厳しいね。あー、みんなが取るなら全員取らなくていいけどね。まあまあまあ、いいか。うん、たくさんあればその分ね、バリアの場所が多くなるし、いいんじゃない。はい、霊気2、霊気2やればいいですね。いい、いきましょう。よっしゃ、やばいぞやばいぞ。ネクロが2体いるんかい。ネクロ2体結構えぐいね。でも大丈夫でしょ、いけた、倒した。いや、まだいる、もしや、まだいるか、もしや。多いな、すんごい敵の数やね。敵の数えぐっ、ちょっと待って、俺の火力がまあまあまあないからね、近接の。全然倒せねえ。オッケー、うーん、これは厳しいな。まあまあ
一応火力も上げとくか。うん、これ装備していくと多めにね弓のパワーが上がるのでちょっとお得なんだよね。2か、武器変えなかったら110だから2パワーが多くなりますね。いや何も入れなくていいかな。ね、入れなくていいね。はい、あ、ダイナモ入れてる人がいるね。確かにね、ダイナモ入れるっていう手もありだよね。俺は霊気をちょっと3入れていくね。 OK、 スプラウトで、まあ、うまいこと足止めをしつついきましょう。あ、固まった。よし、いやこれ一気にいくわけにはいけないね。うん、一気には減らせないや。一気には減らせねえか。うん、もうちょっとガシガシに減らせるかと思いきやそうでもない。ナイスバリア、ありがとう。リーパーをまず崩してたらいいね。ナイス。これ矢が足りないな俺。みんな大丈夫、矢弱点露出させれれば近接で一気に、まあ一気にでもないけど削れるんだよね。やべえな、敵の HP が高すぎる。あークリーパー、クリーパーにやられた。あ、途中で負けた報酬は黄金じゃなくなるんだ。なるほどね。はい、やられたな。はい、ということでボスあと少しだったね。クリーパーに全員巻き込まれてやられるっていう劇的な最後でしたけども、はい、ということでまたリベンジやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。